手柄を立てまくって。よろずやの言う通りにメネア王国に来てみたけどよ、一体どこに青春獣がいるんだ。まあまあ B さん、まずはシェロさんの言っていた光の巨人についての情報を集めてみましょうよ。なんか街中ピリピリしてやがるしよ、こりゃ面倒ごとに巻き込まれる前に早いとこ離れた方が良さそうだぜ。あ、見てください、今からあそこで誰かお話しするみたいですよ。勇猛なる気空士、傭兵の諸君、私が今回のゴブリン掃討作戦の全権を担う指揮官のビザンだ。まずは我がメネア王国の有事に際し、遠路はるばる集まっていただき礼を言う。諸君らも知っての通り、先日罪のない民間人と兵士がクラチ島のゴブリン族に虐殺された。そしてこともあろうか、奴らゴブリンは我々メネア王国、いや人間に対して宣戦布告してきた。長年牽制し合う状況であったが、ここで奴らを打ち滅ぼさねば、やがて諸君らの祖国や家族にまで被害が及ぶ。さあ武器を取れ、今こそ赤日の因縁に終止符を打ち、憎きゴブリン族を根絶やしにするのだ。無論こたびの戦いで武勲を挙げた者には多大なる褒章を授けよう。ビザン様、急報によるとゴブリンどもの島内への上陸を許してしまったようです。どうやらものすごい数の軍勢で、奴らの知能からは考えられないほど盗撮も取れているようで。だから先手を打ってきただと。こちらもすぐ兵を出せ、急げ。大変です、私たちも行きましょう。たく、巻き込まれちまったが引き下がるわけにもいかねえか。おいらたちも手伝うぞ。敵はなんとか片付いたけど、もう大丈夫かな。そうですね、大丈夫そうなら私たちは光の巨人の情報を探りに行きましょう。でもよ、こんな慌ただしい状況で情報収集なんかできるか。やーい、そこのトカゲ。おい、あぶねえな、こちくしょう。ゴブリンが残ってやがったか。リーさんの後ろに魔物が。あの人が助けてくれたみたいです。おっと、話は後々、先にこいつらを片付けるよ。みんな、怪我はありませんか？助かったぜ、弓使いの姉ちゃん。
弓使いって何よそれ。人をその他大勢みたいな呼び方すんのやめてくれる。私はゴブリンハンターのフィーナ、しっかり覚えときなさい。そりゃ失礼したな。しかしゴブリンハンターだ。空飛ぶトカゲに青い髪の女の子ね。こんな子供たちがゴブリン討伐隊に参加するなんて度胸あるわね。なんというか町へ寄ったらタイミング悪く巻き込まれたというか。うん、今度あっちに出たか。あ、それじゃあまたバイビー。あ、おい、ちょっと待てって。ビザン様、ゴブリンどもに囲まれたようです。予想をはるかに超える数だ。ここは一旦引いて体勢を立て直すか。味方か。へい、総大将、私が来たからもう大丈夫だよ。ここは任せなさい。待て待て、オイラたちも加勢するぞ。みんな、怪我はありませんか？恩に着る。君たちのおかげで、なんとか切り抜けることができた。敵のフィーナちゃんにかかればお茶の子さいさいよ。まことに頼もしい娘だな。ビザン様、足にお怪我を。問題ない、ただのかすり傷だ。だが仲間たちも怪我をしているようだな。唐突なお願いで申し訳ないのだが、町へ戻る道中、皆で我々の部隊の護衛をしてくれないか。オッケーオッケー。あんたたちも討伐隊として顔を売っておけばご褒美たんまにもらえるわよ。フィーナさん、私たちはその討伐隊じゃないんですけど。わっ、あいつ言うだけ言って言っちまいやがった。まっ、フィーナはともかく国のお偉いさんが困ってるみてえだし、協力しようぜ。え？じゃああんたたちはイスタルシアを目指して旅する気空士だったのね。まあそういうこったな。オイラたちは聖少女の噂を聞きつけてたまたまこの島に立ち寄ったんだ。でもこの島に聖少女の気配は感じません。君は聖少女の気配がわかるのか。はい、聖少女にもよりますが、近くにいればなんとなく気配を感じられるというか。なるほどな。しかし光の巨人か。確かにこの国に残る伝説でその名は聞いたことがあるが。おっと、ゴブリンのお出ましだよ。大将、取った勝ったきご褒美弾んでちょうだいよね。
しかし君たちは相当に腕が立つな。まあね、なんてったって美少女だし、一人旅してると大変なのよ。そりゃ強くもなっちゃうわよね。あー困った、可愛いのに最強とかマジで無敵すぎるんですけど。ヘヘヘ、オイラたちもいろいろと修羅場をくぐり抜けてきたからな。うん、それは心強いな。ヴィザン様、ゴブリンの別動隊が町に攻め込んでいるとの急報が入りました。なんだと、いくらなんでも進行の速度が速すぎる。急いで戻るぞ。ちっ、さっきのは陽動部隊だったのかもね。このままじゃまずいわよ。ひどい匂いだ。あ、これはゴブリンなのか。ゴブリンどもが全滅している。ヴィザン殿、ご無事で何よりです。危うく町が蹂躙されるところでしたが、このルシウス、悪鬼どもをことごとく撃滅してお待ちしておりました。よかった、ヴィザン様の部隊も突破されてしまったと思っていたのでほっとしました。そなたたちのおかげで助かった、ありがとう。心から礼を言う。礼には及びません。奴らの首を切り落とすことだけが俺の生きがいですから。へえ、あんた、あの有名なルシウス、兄弟でゴブリンを飼って歩いてるって。だったらどうした。ネクラなやつね。ガキがふざけた口を聞くんじゃない。もうやめて、兄さんが睨んでるからいけないんだよ。あの、ごめんなさい、兄さんたら誰にでもこうなんです。仲間同士だろ、いきなり喧嘩すんなよ。本当にそうですよね。私はティナ、兄さんと二人でゴブリン狩りをなりわいにしてます。ティナね、よろしく。私はフィーナよ。なんか名前似てるね。ほんとだ。よろしくね、フィーナちゃん。また町にゴブリンが。いかん、逃がすな。これ以上町を危険にさらせません。行きましょう。ここまで来たら乗りかかった船だ、やっちまおうぜ。ティーナちゃん、包帯変えてほしいな。はいはい、ちょっと待ってくださいね。ルリアちゃん、いける？ルリアちゃん、包帯が首に、息が苦しいよ。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ルリア、ここは私に任せていいから、ティーナを手伝ってきて。はーい。ふう、私さっきからダメダメです。お手当て難しい。やれやれ、もうすっかり巻き込まれちまったな。フィーナちゃん、
ちょっと喉乾いたよ。はいはい、ちょっと待って。ほらトカゲ、ぼーっとしてないであんたも手伝うんだよ。わかったよ。ほらおっさん、水だぞ水。ってんだよ、こっちはトカゲかよ。だと、人が親切にしてやってるのに失礼な野郎だな。これはこれは皆さん、救護班まで手伝ってもらって本当に申し訳ない。して君に話があるのだが、少し席を外してもらっても。実はゴブリンどもが救うとされる暗き島には、古より光の巨人が眠るという伝説があってな。おい、光の巨人って。はい、私たちが探している聖少女です。暗き島に眠る光の巨人、あらゆるものを強烈な光で焼き払う恐ろしい聖少女という話だが、架空戦争の後、星の民ですらその力を持て余し、光の届かぬ暗き島に封印されたと伝えられている。だが暗き島自体が長きにわたり禁忌の島とされてきたため、我々にも詳しいことはわからんのだ。なるほどな。ゴブリンどもが根城にしてるその島に光の巨人がいるかもってわけか。そこでだ、ことが済んだら我が国も光の巨人の調査に協力しよう。本当ですか？ああ、だがゴブリンどもの想定を超えた戦力を前に、我々は不利な状況にある。私たちも討伐隊として戦い、ゴブリンさんたちを追い払えばということでしょうか？さようだ。見たところとびきり腕も立つようだ。団長殿、どうだろうか。すまない、君たちを巻き込んでしまって。聖少女の気配を感じられるというこの少女がいれば、新たな脅威を未然に防げるかもしれんしな。よし、それでは早速出発の準備を整えよう。ぐっ。ああ、無理をしないでください。ヴィザンさんは足の怪我が治るまでここでお城を守っていてください。無念だがそうさせてもらおう。私も同行したいのだが、この通り足が使えないのでは迷惑をかけてしまう。頼んだぞ。この国の命運は君たちにかかっている。安心しろおっさん、こうなったらオイラたちに全部任しとけってんだ。ティナって本当